宇宙世紀0079 10月6日宇宙攻撃軍司令ドズルザビ中将の命を受け一隻の戦艦が大気圏に突入する。攻撃目標は連邦軍の V 作戦木馬および新型モビルスーツである。地球方面軍司令ガルマザビ大佐の戦死からわずか2日後の出来事であった。面白いものとは何だ。はっ、我が軍の識別表にない戦艦をキャッチしたのであります。例の木馬だと思われます。ガルマ様の敵を討つチャンスというわけですか。そう急ぐな、ハモン。ではこのまま見過ごすおつもりですか。私の任務はガルマ様の仇討ちだ。ドズル中将から直々の命令をなんてやり過ごすものかよ。発光信号が来ました。木馬を発見。ほう、あれが噂の木馬か。データを収集しろよ。やはり指揮官らしく収まっているあなたより、こうやって出撃なさる時のあなたを見る方が好きだわ。私もそうだ。この方が似合っている。ハモン、行ってくる。戦果を期待します。目的のデータ収集は完了した。深追いはするな。一度撤退するぞ。週刊収集ロック急げ。ブリッジに伝えよ。目くらましの巨大投降機用意。戦線より離脱する。木馬め、思ったよりもやりよる。モビルスーツ3機を確認しました。他にも艦載機があるかもしれません。木馬を落とすしかないようだな。作戦を練り直した方がいいだろう。木馬の反応消失しました。闇雲に探しても無駄だな。レーダー網に引っかかるのを待とう。ラル大尉、新造戦艦ザンジバルをキャリフォルニアベースに送れとのことです。命令であれば仕方がない。了解したと伝えておけ。しかし不愉快であります。まだテスト中のものを実戦に投入できますか。それにランバラルならザンジバルがなくとも任務を達成できると思っているのでしょ、ドズル中将は。代わりの手配はどうなっておる。ギャロップ級陸戦艇が用意されているとのことです。そうか、受領ポイントに向かうぞ。ギャロップ級陸戦艇か。物は使いようだ。これで木馬を追いかけるぞ。ナンバラル隊、諜報員から新たな情報が入りました。木馬と思われる船が方向を変えたようです。感謝する。すぐに木馬を追跡する。ご分を。マクベの部下も律儀よな。木馬が我らの裏をかいて迂回したことを知らせてくれるとは。さあどうですか、マクベ様のお考えを。心配しすぎだよ、ハモン。ラル大尉、木馬の反応が完全に消えました。これでザビ家の個人的な恨みで戦うのは終わりだ。お前たちには苦労をかけたな。いえ、ラル大尉と共に戦えるだけで我々は嬉しいのであります。そう言ってくれると肩の荷が下りる。これで私も2階級特進だ。お前たちにも良い生活をさせることができる。あなたらしい。少しは自分のこともねぎらってくださいまし。ランバラル中佐、ドズル閣下からの指令書をお送りします。おかしなことになりましたね。マクベ様はああいうお方です。お気をつけください。考えすぎだ、ハモン。だがお前の忠告に従った方が良いかもしれんな。信頼していただけて嬉しいです。
キシリア様から話は聞いた。地上に残り協力してくれるそうだな。ドズル閣下からの勅命だ。独立部隊としてだが、ジオンのために戦わせてもらう。分かっている。それでも機関らのような勇士が地上にいてくれるのはありがたい。木馬討伐では協力していただいた。その恩を返させてもらおう。こちらこそ、ジオンのためなら協力は惜しまないつもりだ。よろしく頼みますぜ。ランバラル中佐、ドズル閣下からの指令書をお送りします。了解したと、ドズル中将にお伝えしてくれ。すぐに作戦を開始する。バル中佐、諜報員から連絡です。連邦軍がオデッサ鉱山基地への作戦行動を開始したとのことです。ドズル中将からの勅命だ。すぐに救援に向かうぞ。救援部隊の派遣感謝する。だが手出しは無用だ。オデッサの部隊だけで十分戦える。我が隊の支援を断るのであればドズル中将に伝えよ。了解が得られるのなら手を引こう。無理なことを。ならばオデッサ基地の情報を漏らすな。それだけ守ってくれれば好きにして。キシリア様の秘密主義か。もともとドズル中将はそのようなことに興味を持たれていない。情報を外部に漏らさぬことを約束しよう。約束をたがえるなよ。ランバラル中佐、協力に感謝する。おかげでオデッサの危機は去ったよ。約束通りオデッサの情報は漏らさぬ。戦闘記録も全て消去しておいた。臨検してもらっても構わん。いや、機関は信頼に足る男だ。そこまでは良い。では早々に立ち去らせてもらおう。居心地が悪いのでな。ランバラル中佐、ドズル閣下からの指令書をお送りします。いよいよジャブローですね。あなたを信じておりました。この戦いに勝てば将軍の座も夢ではありません。お父上の無念を晴らす機会も。そのようなことは考えておらん。今の私を慕ってくれるお前と部下が全てなのだからな。ありがとう。最後までお付き合いいたします。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。青き巨星ランバラルの活躍によってジオン公国軍は戦いに勝利した。80年にわたる地球連邦政府による地球圏の支配という歴史に終止符が打たれ、ザビトによる独裁政権が樹立する。そしてこの勝利に貢献をしたランバラルは将軍の地位を手にし、最愛の女性ハモンや部下たちとの幸福なひとときを手に入れたのである。だが栄華を誇るザビトに反旗を翻す男が現れた。男の名はキャスバル・レム・ダイクン。ジオンズム大君の息子である。ランバラルは平穏の日常を捨て、その男に生涯を捧げることを決意する。ハモンや部下たちも強制されるわけでもなく、再び戦いに身を投じるのである。新たな戦場を求めて。